さあ、それではパフォーマンスしていただくメンバーを改めて紹介したいと思いますが、お一人ずつ名前を呼んでいきます。皆さん、一人ずつ拍手で迎えていただきましょう。金山日向さん、中西まなみさん、加藤春樹さん、杉本聖衣良さん、八幡由衣奈さんです。色直しもしていただいたみたいなんですけれども、では代表で金山日向さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングもね、堂々とかっこよかったです。ありがとうございます。いつもどんなレッスンをしているんでしょうか。そうですね、いつもは、モデル、ダンス、ボーカル、演技など幅広いレッスンを行っていて、最近は、こういう状況なのでオンラインレッスンで、やっています。ちなみにどんなレッスンが特に好きですか。そうですね、私が一番好きなレッスンはモデルレッスンと演技レッスンです。日向さんと今日ご挨拶しまして、とっても礼儀正しい素敵なお嬢さんだなと思ったんですけれど、アクターズスタジオに入って私こんなところ変わったかもっていう何か気づきはありますか。そうですね、私もともとすごく人見知りで、人とお話しするのが苦手だったんですけど、アクターズスタジオで人と触れ合うことが多くなってからは、礼儀の分でもすごく、自分ちゃんと挨拶ができるようになったなというのもあります。では学んでいる専門的なこと以外でも成長を感じているということでしょうかね。そうですね、はい。一言聞かせてください、夢は。そうですね、私の将来の夢は女優としてもモデルとしても活躍することです。今日ステージに立つ皆さん方の成長ぶりは本当に楽しみでなりません。さあ、それでは続いての曲のスタンバイいただきたいと思います。マイク預かりましょうかね。はい、私が預かります。さあ、続いての曲なんですけれども、夏のビーチで楽しく遊ぶ女の子たちの可愛さ満載。皆さん拍手手拍子で応援してあげてください。続いてマーガレットです。どうぞ。
もらいます。アクターズスタジオ金沢 D2A の皆さん、続いてお送りしたのはマーガレットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ビーチでね、こんな可愛い女の子が弾んでいるととってもね、こうなんていうんでしょうか、ピースフルなというか可愛らしい思いでいっぱいになりますよね。楽しくなりそうな気がいたします。ありがとうございました。